はい、矢上慎吾です。千葉県館山市でハリキュー整体院を営んでおります。痛みや不調で悩んでいる人をゼロにするために自分で自分の体を改善する知識をご紹介しておりますので、ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。というわけで今日のテーマはですね、体幹リセットダイエットを正しいやり方を解説するその4。いいねということですね。ベストセラー本ですね、体幹リセットダイエットのエクササイズを一つずつご紹介しております。この本はですね、ざっくり言うとモデルと一般人というのはそもそもの体の使い方が違うと、だから消費カロリーが違うよと、だからモデルの筋肉の使い方、これをモデル体幹筋と呼んでるんですけれども、を身につければカロリーが消費して消費量が上がってモデルのような体型になるということを言っております。で、5種目のエクササイズをご紹介していって、1種目1分で、それを5種目やるので1日5分と、すごく無理せずできるよということを言っております。それのですね、今日は4種目目ですね、早速ご紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけでですね、今回も使うのはですね、椅子とかベッドですね、が必要になります。まずですね、椅子とかベッドに座ります。座って両肘をこう抱えるようにして、ここでキープですね。この時に背中丸めないようにね、しっかりとまっすぐにして、この状態でこの肘をですね、上にグーッと上げて、頭の上に上げて、ここで6秒キープです。これを10回繰り返して60秒になります。なので、これをね、みんなと一緒にやっていきたいなと思います。じゃあ行きましょうか。はい、で行きますよ。よーい、はい、スタート。はい、これで5回目かな。はい、よーい、スタート。はい、はい、背筋をね、伸ばすことを意識ですかね。はい、はい、はい、OK、 はい、はい、はい、というわけですね、今回はね、これ体幹をキュッと引き締めてやっておりました。で、これはですね、多くの女性はですね、息を吸う筋肉、吸気筋っていうのを衰えてるらしいんですよ。これがですね、猫背を生んで骨盤の後傾を生んでいるので、吸気筋をしっかりこれ今ので動かしておりました。これはね、注意事項がね、あります。痛み、肩の痛みがね、ある方は無理しないでください。はい、で、僕やってみて思ったんです。僕ね、腕短いんですよ。腕短いと、こうやってやると、見ててくださいね。わかります?頭がでかいからなのかな?わかんないですけど、こうがっつりやると、本当はこうやってやるらしいんですけど、ね、こういう感じになってしまうんで、まあ、ちょっとね、ちょっと僕今途中からこうやってやってたんですけど、こういう感じでね、とにかくここを広げるっていうことがすごい大切になってくるので、そこを意識してほしいなと思います。はい、今回僕のね、体型的なね、デメリットが出たかなと思っております。はい、というわけでですね、これは最初の2週間は毎日で、その後は週3回で2ヶ月間で身につくということで、その後はやめてもいいですよということは言っております。ぜひともですね、やってほしいなと思います。いよいよね、次がね、ラストかなと思っておりますので、楽しみにしていてください。これからもですね、このような動画を発信していってですね、痛みや不調で悩んでる人をゼロにしていきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録と高評価、前向きなコメント、そして先日からお伝えしているタオル整体ですね、リンクをですね、概要欄に貼っておきますので、ぜひ試していただいてコメントをお願いいたします。あなたも世界で人生変えましょう。さよなら。